いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2018年式 BMW523D ツーリングラグジュアリーを紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロント複数箇所ボンネット複数箇所フロントガラス複数箇所に飛び石右フロントフェンダー 右フロントドア右リアドア複数箇所左リアドアに線傷左フロントドアに傷がございます走行距離に関しましては約3万1000キロ走ってるお車ですボディカラーはインペリアルブルーインテリアはブラックダコタレザーが採用されております高い実用性ちょうど良いサイズ感に加え 上質なインテリアが魅力の BMW5 シリーズでございますこちらのお車は 523D ツーリングラグジュアリーということでダコタレザーシートやシートヒーターをはじめ数多くの快適な専用装備が施された一台ですまたディーゼルターボエンジンということで燃費性能にも注目していただきたいお車ですエンジンは2リッター直列4気筒の ディーゼルターボエンジンが搭載されており最高出力は190馬力でございますヘッドライトに関しましては LED が採用されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますまた足元に関しましては純正18インチのアルミホイールが装備されております合わせてトランクスペースの紹介ですトランクに関しましては電動での開閉となります トランクスペース広々とした空間が確保された一台ですスーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっておりますまた後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です続きましてインテリア紹介させていただきますインテリアにはブラックダコタレザーシートが採用されております運転席助手席若干ではございますが使用感がございます ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されておりますまたアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけますナビゲーションに関しましては純正ハードディスクナビゲーションが装備されておりますバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことが可能ですシフトに関しましては8速の オートトマチックシフトが採用されております走行モードに関しましてはエコプロコンフォートスポーツモードを選択することが可能ですフロント領席に関しましてはシートヒーターが装備され肌寒い季節でも快適なドライブが可能です続きまして後部座席紹介させていただきます後部座席に関しましては目立った使用感はございません また後部座席にもシートヒーターが装備されたお車です。今回は2018年式 BMW523D ツーリングラグジュアリーを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万1000キロ走ってるお車です。普段使いやレジャー仕様など幅広い使い方ができる 523D ツーリングラグジュアリーでございます。 こちらのお車に関しましては190馬力を発揮するディーゼルターボエンジンによりトルクフルな走りをお楽しみいただける一台となっておりますまた純正のハードディスクナビゲーションや前席後席のシートヒーターアダプティブクルーズコントロールなど数多くの快適装備が魅力的なお車ですお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします